さて今日のメッセージテーマはこちらです。最近びっくりした話。西東京市のチャックでドラゴンさん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。この前帰省した時、我が父親のおっぱいが膨らんでいるのを見てびっくりしました。最近おっぱいが張って痛くてな。本人は真面目な顔で言うのがおかしくて笑ってしまいました。前立腺の治療で女性ホルモンの入っている薬を服用しているからだそうです。今年80になる父親のおっぱいの膨らんでいる様子を見られるなんて長生きはするものですね。そうですか。女性ホルモンの入っている薬を服用しているからということなんですね。じゃあ他にも髪が生えたりありそうですね。そうなんでしょうかね。ね、男の子は思春期になって第二次成長付近になりますと男の子もおっぱいが痛くなるんですよね。10歳から12歳ぐらいですかね。よく小学生の時はなんか、お互い痛がるのをこう触り合いましたけどね。痛い痛いって言いながら、やりそうですね。福岡市のトーフローリングストーンさん、36歳女性の方ありがとうございます。ありがとうございます。最近びっくりしたこと、2日前の明け方4時、トイレに行きたくて目が覚め、夢と現実の間をゆらゆら漂いながらパンツを下げ、用を足そうと腰を下ろしてびっくりしました。私すっぽり便器にはまったんです。自分でも聞いたことがないような変な声が出て完全に目が覚めました。前日にトイレ掃除をして便座を上げたままにしておいたのが原因です。女の人は結構経験あると思います。私は今でも酔っ払って居酒屋などで年に 2,3 回やらかします。トーフローリングストーンさん、ね、この方は私結構いいイメージ持ってたんですけどもちょっと変わりましたね。この人ねすごくいい方なんです。福岡のね、あのお父さんもすごくいい方でね、あ、そうですか、ね、誰でもありますね。誰でもあるんですか、便座上げたままあのすっぽりと陶器にはまるんですか。私はない。忘れた頃に、あれ便座ないと結構はまるものなんでしょうじゃないかな。あともう温度が全然違いますね。はい、温度ね確かに冷たい、はい、だからはまる前にその冷たさで気づいたりとか。確かに、はい、私ケチなもんですから、あの住んでる家にあの便座ヒーターあるんですけど、ほとんど家にいないので、ずっと便座ヒーターってついてるものなんですよね。あ、もったいないですね。もったいないですよね、で私切ってるんですよ。それであの毎回ヒヤッとするんですよね。それであのヒヤッとするのがでももう最近年なんで耐えられないんですよね。わかります、あの感じ。その便座ヒーターに慣れているお尻がやっぱ甘えちゃってるんですよね。昔は何のことはなかったんですけども、あの便座ヒーターにヒーターがついてない便座につけるときにちょっとびっくりしちゃうんですよね。そうですね、こうも冷たいかと思ってね、あのそれでなんかこう気合の声みたいのを言いながらじゃないと最近座れなくなってるんですよね。はっつってつければいいじゃないかっていうことになるんですけど、なんかねもったいないんですよ。もったいないなっつってケチになっちゃってね、年とともにね。やだやだ、つければいいのに。札幌市の札幌砂漠さん、23歳女性の方ありがとうございます。最近びっくりした話、職場の倉庫をみんなで掃除しました。女子更衣室も大掛かりに模様替えすることになり、作業服に着替えた私は自分の私服をそのあたりに置いて着替え、後輩の男子にその場を任せました。一仕事を終えて戻るとびっくり、春に向けて気合を入れて選んだ私のストールは雑巾として使われており、パーカーとカットソーに至ってはなんとゴミとして捨てられていました。かろうじてスカートは残っていたので、タンクトップの上に直でコートという刺激的な格好で帰宅しました。4月の札幌はとても寒かったです。その後職場の若い衆がお菓子を買ってくれるようになり、洋服代の元は取れそうですが、気合を入れた私服をゴミとみなされたショックからは当分立ち直れそうにありません。そうですね、そこがショックですね。ひどいね。新品だもんね。ひどいね。職場の大掃除でね、制服に着替えて私服を置いといたらその私服が雑巾になったりとか捨てられてたりとかって、ひどいよね。でもお詫びの気持ちでお菓子買ってくれるところが可愛いですね。よく立ち直りましたね、23歳で。あ、23か、まだ23ですよ。そうですね、これね50とか過ぎてたらね、なんとなくね、あははははって済まされるかもしれませんけど23ですからね。そうですね、
そうよ、まだお年頃だもの。結構ポップな文体で書いてますけれども傷ついた心いかばかりかとお察しいたします名古屋市フルネームをつまんで八太郎さん47歳男性の方、ありがとうございます。先日春休みで妹の長男が家へ泊まりに来ました。その私にあたる甥が、はい、私の傘に山田と書いてあるのを見つけ、うん、あれおじちゃんも山田って言うのって聞くんです。そうだよ、おじちゃんは山田だよと答えると、じいちゃんが山田なのは知ってるけどおじちゃんも山田なんだと甥、いやお前の母さんも前は山田だったんだよと言うと、とてもびっくりした様子です。おいはこの春から小学校3年生なんですが、妹が嫁いで名字が山田から山崎へ変わったことを未だよく理解しておらず、名字は一家族ごとにみんな違うものと思っていたらしいのです。その後、なんだ僕だけ山崎かと一人ぼっちに思っているようです。このゴールデンウィークも泊まりに来るらしいので、名字は違うけどみんな親戚なんだよと教えてやろうと思います。そんなおいが最近びっくりした話なのでした。男の子ってね、なんかそういうとこあるよね。ちょっと小学校3年生でこの名前のシステムをうまく理解できていないというのは何か若干欠落したところがありますが、それもまた男の子の良さでしょうね。そうですね、その幼いところが、そうですよね、可愛いですよ。確かにそう、親戚って結構ね、はい、分かってるようで分かってない部分があったりとかしていつもいるあのおじさんね、本当誰だろうっていうの、うん、そうなんですね、あとそのおじさんが自分の母親と兄弟であるっていうことになんか改めてこう思いを馳せたときにっていう、一人の大人と一人の大人でイメージしてて、であのおじさんとこのおじさんみたいな、いずれも50歳とか40歳で、おじさんとして理解してた人たちがなんか改めて兄弟だとか、ね、ずっと同じ家に住んでいたんだとか考えるとちょっとなんか、っていう時ありますよね。ありますよね、そう、この人とこの人が昔なんかこう出会い関係にあったとか聞いてね、っていう軽くちょっとね引いてしまうような、そういうような感じに似た、兄弟なんだみたいなそう、おばあちゃんの兄弟とかすごいびっくりしました、ね、そうですよね、おばあちゃん兄弟とかね、ああ確かに、みたいな、おばあちゃんの妹ってどういうことなんだろう全くこう姉妹の感じとかは出さなかったりするじゃない、もうずいぶん離れてるからね、なんかね、別になんか目も合わせたりとか、なんか兄弟らしきこう近しい感じを出さなかったりとかしますよね、なんかね、徳島市のすすけたアンテナさん23歳男性の方、ありがとうございます。最近びっくりした話、先週地元のマラソン大会に参加したのですが、人生初マラソンの疲労は想像以上で、走り終わった後に頭痛と筋肉痛のダブルパンチが襲ってきました。満身創痍、病院に行くのも億劫だったので、とりあえずバファリンで頭痛を乗り切ろうと考えたのですが、寝て起きてみると筋肉痛の方が嘘のように和らいでいて驚きました。なぜと思って箱を見てみると、効能欄には確かに筋肉痛の文字が、頭痛にバファリンのイメージだけが先行していましたが、まさかここまでのポテンシャルを秘めていたとは知りませんでした。私はまだバファリンの底を見ていないということを強く感じました。鎮痛剤だからね、筋肉痛にも効くんだろうね、むしろ確かに、そう、フルマラソンの後の筋肉痛を、バファリンは払拭できるの、わお、すごいね、あら素晴らしい、そう薬 ね、 そう、あね、あんまり薬服用するの好きじゃない人はいますけれども、薬ってすごいよね、すごいですよね、ありがたいと思います、本当に上手に使えば本当に、創薬の歴史とか本当ちょっとググっときちゃうね、私ここだけの話ですけども、お医者さんねすごいなと思う人いますけど、私心の中では医者よりも薬の方がすげえよなっていう気持ちをずっと抱えてるんですよ、ね、そうなんですか、何年前だっけな、なんかお医者さん行って、で調べてもらって、で病名が分かったんだけれども、ちょうどその日が土曜日か何かで、その処方箋の薬局がやってなくて、薬が出なかったんだよね、そうするとお医者さんは病名を判断する、で治療の方法を指示するという素晴らしい仕事をしてますけども、その時にふと気づいたのは、病名を教えてもらっただけでは治らないんだって俺はどちらかというと処方箋薬局の方に対する感謝の方を強く持って生きなきゃいけないんだなとか思ってあれみたいな、薬なんだなみたいな、
それからは医学部よりも薬学部とか、あとはお医者さんよりも薬品メーカーに対するリスペクトがものすごく強いんです。そうなんですか、すごいんだよね。なんか製薬メーカーのコマーシャルとか見ておーって盛り上がってるんですよね。そしてお医者さんのドキュメントとか見て、なんかすごいね、ゴッドハンドのドクターとかいますけれども、みたいなね、さほどでもないみたいな。ひどいけどね、そんなことはないんだけど、あの実際ね、仕事する人、あの看護師さんとかすごいんだけども、ちょっと語弊があるとごめんなさい、あえてそこは、そう、薬品メーカーに対するリスペクトが最近すごいっていうことをお伝えしたかったんだよね。皆さんもぜひね、その気持ちを、そうでしょ、実際にだってお医者さんにね、そうですねなんて言われて、じゃあこれとこれをなんて言って、そこで薬が出さらなかったら症状が改善しないんだから。ならなかった、当然ね、あのお医者さんすごいな、あの尊敬もしてますし ね、感謝してますけれどもね、お医者さんほどね、あんまりこう注目、わかります、お医者さんほどに注目されてない薬品メーカーに対してもっと称賛の声を、そうですね、そうですよね、本当にそうです、そうでした。北区太郎ちゃん16歳男子、高校2年生、ありがとうございます。ありがとうございます。一昨年まで使っていた僕の中学校の体育着をいつの間にか父が部屋着として着ていました。それがびっくりするくらい似合っていないのです。なんで着てるのと聞いたところ、え、別にいいじゃんと今年で53歳になる父は言います。わざわざ体育着を着なくてもいいのにと思うのですが、なぜ着ているのかは未だ不明です。今父が部屋にやってきましたが、残念ながら今日も体育着姿でうろうろしています。本当に嫌なものですよ。ね、気持ちいいんでしょうね、となんかちょっとあれなんじゃない、ノスタルジーがあるんじゃない、わからないけれど、ね、気持ちはねちょっとわかるよ、ちょっとだけ、ね、サンガリを着れるようになった俺みたいな感じですか。いや、自分の昔を思い出すのか、中学生が着ているものを着たいってことじゃないかな、どうだろうかわからないけど。平塚市の猫柳さん49歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。実家で一人暮らしをしている父の料理のレパートリーがどんどん増え、先日は庭で摘んだセリでごま和えを作ってお裾分けしてくれました。これがなかなか美味しくできていたので、そのことを妹にメールし、お父さんすごいねと二人で感心しました。しかし数日後、実家に行った妹から届いた残念なお知らせというタイトルのメールを読んで驚愕しました。メールにはセリが生えている場所はお父さんがよく立ち小便するところですと書いてありました。私は号泣しました。やだね。